いるはずのない架空の女がステージに出るって。監督！落ちてくる沙織ちゃん見たんです。沙織ちゃん誰かに抱きつかれてたみたい。ロクさん、この間のフィルム何で燃やしたんだ。何かあったんだろう。声が聞こえたんだ。声って夜中に一人で回してた。あの女がゲタゲタ笑ったんだ。その声がはっきり聞こえたんだ。